おつな味じゃの。うん、悪くない。なかなかおつな味じゃの。うん、悪くない。なかなかおつな味じゃの。うん、悪くない。またやらせてもらうぞ。 金剛山の頂きより天に至る道ありと古くから申します。なれど今は不動明王御本尊に真言蓮華宗の総本山畜生の身で聖域に立ち入ることはできません。
イズナ陣クロー、待て。雪の城か。珍しいところで出会うたものよ。我が名を呼んで止めるからには命を捨てる覚悟であろうな。その剣に深く劣り、新影流に泥を塗ったこの雪の城、元より命は捨てる覚悟だが、こたびは試合に来たのではない。蘭海上人に詰め寄って桃姫がいかなく境にあるか真相を問いただし、救わんがためにこうして駆けつけた。 駿府にて勝負前に尋ねられた太刀の行方、それがし偽りを答えた。相模藩軍黒光はこれにある。なんと、どこを探してもないはずよ。急に運が向いてきよった。黒光の太刀、こちらによこせ。それでお主の望むように、 桃姫は元通りの体となろうよ。ヌヌには打ち首の決まった罪人を一人くれてやる。そのうち寄り好きな体を選ぶがよい。もちろん桃姫は戻してもらう。まずはそれがしと堂々願おう。皆の前で玉移しの術とやら披露してもらわねばならぬ。過去のどんな権力者も不死の技を求めて死んだ。その技を知ってお主も同じく欲に疲れたようだのう。 取引には花から応じる気などない。柳生の小せがれをもう一度切り下せば済むことよ。この間のように体に潜り込もうとしてもそうはいかんぞ。油断さえせねばお主に捕まるほど泥くはない。雪の城を切って黒蜜を手に入れ、あやつは死ぬが、お主が体に戻った後に 好きなだけ供養するがいい。この山が蘭海の束ねる真言蓮華宗の総本山と知っての狼藉か。境内で暴れ回り血でけなすなと言語道断。しまようだな、ジンクロ。この頂上の聖域までどそくで上がり込まれてはもはや生かしてはおくまいぞ。破壊坊主め、 ヌヌの顔も見飽きた。この場で息の根を止めてくれよ。待て待て、黒光の太刀はこれに預かった。もとより地獄の宝なれば、そなたらには過ぎたる代物。いかにジンクロー、外道の邪神で天に通じ、 火の元の光遮る暗雲たるや愚かなり。右手に豪魔灼伏の利剣、左手に悪逆軽縛の剣策。背後に燃え盛る火炎は、あらゆる悪を焼き尽くす。今大政不動明王を現れたもうて、豪魔の呪縛にて長伏戦。 仏の守護が相手とは、わしの悪も極まった。かくなる上は神仏をも両断する妖刀村正。嘘か誠か試してやろう。